ローニャはカカリアとの対峙で自ら脳内のバイオチップを破壊した。そしてフカとメイは病室でブローニャの様子を見守っている。本当にもうこんな時にキアナちゃんはどこに行ったのかしら。大丈夫ですよ、容態も安定してきましたし、メイさんは休憩室で学園長を待っててください。でも私がついていますから、メイさんは休んでください。そうね、わかりました。損壊がこれほどひどいとは。学園長が戻られるにはまだ時間があるし、仕方ない、試してみるしかないか。起きて、目覚めの時ですよ。誰？ここは監獄？そうです、忘れないでください。必ずここから出るのです。必ずここから出ろ。ここが監獄なら私は罪を犯したもの。それなのにどうして出なければならないのですか。では自分が閉じ込められた理由を覚えていますか。確かにここに閉じ込められた理由はよくわかりません。私は誰なのですか。それはまた後で。これだけ答えてください。ここにいたいですか。あんまり痛くないです。それなら一回外に出ましょう。ここに戻るかどうかはおいおい決めるとして。確かにそれが目下の最善策。しかし守衛の数が多すぎます。無事に逃げ出せる可能性は低いかと。大丈夫、私がサポートをしますから。あなたは誰なのです。あなたの声はよく知っている人のようですが。でもあなたが自分のことをなぜここにいるのかを思い出せば、私が誰なのかもわかりますよ。無条件射殺許可確認。敵へ発見できず。回収完了。ずに通り抜けることができました。ああ、賢者が魔像を呼び起こす鍵がここにあるって言っていた。本でもここはどこだ。本出口がどこにあるかもわからない。ホームあれ、このようなものをどこかで見たことがあるような。どうでしょう。あ、キ君は誰だ。なぜここにいる。ホーム、私にもわかりません。はあ、そうなのか。ホーム、キ君も迷子になってここから出られずにいる。ホームか。そうかもしれません。でも出口の場所なら知っています。わかった。
悪いけど道案内よろしくホーム。今日は急いでいるホーム。大丈夫、途中で必要なら我が輩も手伝うホームよ。ありがとうございます。そうだ、自己紹介がまだだったホーム。我が輩はホーム、ホーム王国一の勇者だホーム。お嬢ちゃんの名前は？ごめんなさい、いろんなことを忘れてしまいました。名前も忘れたホームか。それは困ったホームな。でも大丈夫だホーム、頑張ればきっと思い出すホームよ。そうでしょうか。生きていく秘訣は信じる力を信じることだホーム。そうですか。そうだホーム、お嬢ちゃんも必ず名前を思い出せるホーム。その時は名前を教えてくれホームよ。はい、思い出したら必ず。任務完了、待機モードに移行。ブローニャ、作戦地点に到着。この道は封鎖されているホームよ。本当にこっちで間違いないホームか？はい、あの人の言うことが本当ならあっちに封鎖を解くスイッチがあるはずです。そうホームか。でも、はい、私ではいけません。任せろホーム、勇者である我が輩の出番だホーム。ここで待っている。ホーム、
地点に到着。王国一の勇者、期待に応えてみせよう、ホーム。さすがはホームです。大したことじゃない、ホーム。ホームムムムム。でもホーム、外から歓声が聞こえるような気がするのですが。ああ、外は賑わっているホームな。それもそうだホーム、今日はホーム王国一の勇者を決めるタイトルマッチが開催される日だ。ホーム、ホームが王国一の勇者じゃないのですか。まあ細かいことは気にするな、ホーム。タイトルマッチに勝てば我が輩が王国一の勇者だ、ホーム。むむむ。自称王国一の勇者ですか。参加してくる、ホーム。ホーム王国を救うため必ず魔像を呼び起こしてみせる、ホーム。敵全員沈黙。これより帰還。出口はもう目と鼻の先なのに、前方の生体センサーを避ける方法はないみたいですね。大丈夫ホーム、出発の前に賢者からもらったこれがある。ホーム、賢者。そうだホーム、賢者はホーム王国で一番聡明な人。誰にも賢者の考えはわからない、ホーム。褒めているようには聞こえないのですが。みんな賢者が少し怖い、ホーム。でも賢者がくれるものは必ず役に立つ、ホーム。例えばこれ、ホーム。ホーム、でもこれはなんだ、ホーム。あ、ちょっと見せてください。使い方を知っているような気がします。おお、知っている、ホームか。さすがだ、ホーム。ホーム、目標発見。イエス、マスター。イエス、マスター。照準装置初期化完了。
装備回収完了。外に出られます。これでやっとタイトルマッチに参加できる。ホーム、ありがとう。ホーム、お嬢ちゃんがいなければ今頃はまだ中で迷っていたかもしれない。ホーム、いいえ、ホムがいなければ私もここまで来られませんでした。ホーム、ムムム、外に出てから話そう。ホーム、ホーム、ここがホム王国ですか？そうだ、ホム。あ、タイトルマッチはもう始まったのか、ホム。でも大丈夫。今日の日没までにエントリーすればいい、ホム、ホム。ホム王国ではよくこのようなタイトルマッチが開催されているのですか？いや、ホム王国は今魔女の侵略に遭っているのだ。ホム、王国を守った伝説の魔像を呼び起こすために予言の勇者を探しているのだ。ホーム、そうだったのですか。みんな恐ろしい魔女からホム王国を守るという覚悟を胸にタイトルマッチに参加している。ホーム、ホムもそうなのですか？そうだ、ホム。最強のホムとして王国を守るのが我が輩の使命だ、ホム。よし、我が輩はタイトルマッチにエントリーしてくる。ホム、お嬢ちゃんは我が輩の勇姿を見ていてくれ。ホム。はい、行ってらっしゃい。かっこいいです。でもここは混み合っていて試合がよく見えません。広場の向こうの彫像の上に行ってみますか？これはどうして、何が起こっているの？やめてください。魔像が呼び起こされた。ホム、でも魔像はなんで攻撃を仕掛けてきた。ホム、おそらくあの少女が予言の勇者でしょう。魔像の暴走はあまりにも長時間眠りについていたために、覚醒してもうまく力のコントロールができないからでしょう。くそ、まさかずっとこうなのか。ホム、力を使い果たせば自然と落ち着くでしょう。ホム、気をつけてください。私では止められません。大丈夫だ、ホム。すぐに我が輩がおとなしくさせてやる。ホム、システム警告、強敵出現。イエス、マスター。次の目標座標を。ファイヤー、目標を押せ。ファイヤー、装備回収完了。さすが魔像の力だ、ホーム。危うく死ぬかと思った、ホームよ。ありがとうございます。また助けられてしまいました。仕方がない、ホム。
お嬢ちゃんが魔像を呼び起こしたのだからな。ホームホーム。そう、魔像を呼び起こしたあなたこそが予言の勇者なのですよ。あなたは私が監獄で会った人ですね。はい、ホム王国を救うにはあなたの力が必要不可欠です。でもあなたも何があったのか知りたいでしょ。どうして自分がここにいるのか、自分が一体何者なのか。魔女を倒せばそれがわかるのですか。それはあなたの選択にもよります。でも答えが知りたいのなら、自分の過去を取り戻したいのなら、まずは魔女を倒さないといけません。何かが変な気がします。あ、ついでに言うと、私はホム王国の賢者なので地位が高いです。だから言うことを聞かないのなら、監獄に送り返しますよ。それは脅しですか。脅されるくらいなら私は監獄に戻ることを選択します。でもそれだと答えが分かりませんよ。構いません。おや、ホムたちが魔女に殺されても構わないというのですか。そうだぞホム、お嬢ちゃんが魔像を呼び起こしたのはお嬢ちゃんだけが魔像に認められたということだホーム。お嬢ちゃんがやらなければもっと多くの同胞が魔女に殺されてしまうホーム。頼む、助けてくれホーム。ムム、はあ、そういうことなら大丈夫。あなたにはいつでもやめる権利があります。それでは少し休んでから氷の魔女の国に向かいましょう。任務完了。待機モードに移行。ブローニャ、作戦地点に到着。まさか氷の魔女の手下はもうここまで追ってきたのか。ほら、全力を尽くしたのに、それでも氷の国からは逃げ出せないのか。ほら、ダメだ。ほら、ここで死ぬわけにはいかない。ほら、俺はホム王国に戻るんだ。ほらららら、よし、貴様ら死にやがれ。ほらら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 。
点地点に到着。これ以上は戦えない、ホラ。すまない、ここまでのようだホラ。みんな悪いホラ。敵全員沈黙。これより帰還。ロニーオンライン。ここが氷の国ですか。もともとはホム王国の領土でしたが、氷の魔女に占領されてからはこのようになってしまいました。氷の魔女、恐ろしい存在ですね。その話は一旦置いといて、ホーム。二人とも何か聞こえない、ホームか。はい、爆発音でしょうか。あちらで戦いが繰り広げられているようですね。いや、この爆発は、ほら、くそ、爆発音がどんどん小さくなる、ホーム。ホラの状況があんまり良くないようだ、ホーム。急ぐぞ、ホームムム。少し休みましょう。これも計画の一部です。作戦データ同期完了。行動を継続します。本当の計画ですか？出発の時間です。イエス、キャプテン。了解。時間の無駄です。出発の時間です。すべて計画通りです。邪魔しないでください。目標録音。はや、了解。時間の無駄です。助かります。早く周囲の敵を倒してください。私はホラーの治療をします。わかりました。作戦データ同期完了。行動を継続します。了解。
石一掃完了。魔像の力は想像以上に強いです。ホラは？ホラはどうだ、ホム。怪我している状態で戦い続けたために消耗しきっていますが、しばらく休めば回復するでしょう。よかった、ホム。実を言うとホラは我が輩の師匠にあたる。ホム、そうなのですか。昔ホラから指導を受けていた、ホム。ホラは厳しい戦いをくぐり抜けてここまで来たんだと思う、ホム。はい、ここはもう氷の国の辺境地帯になります。ホラがここまで来るのには理由があるんだと思う、ホム。そうですね。ホラが目を覚ましたら聞いてみましょう。任務完了。今から私たちの問題を解決しよう。ここはどこだ、ホラ。俺はもう死んだ、ホラか。ホラ、師匠。死ぬのにはまだ早すぎる、ホムよ。ここはどこだ、ホラララ。ここは氷の魔女の領土。我が輩たちは氷の魔女の討伐に向かっている最中だ、ホーム。魔女の討伐ということは、ホム、魔像を呼び起こしたのか、ホラ。いや、魔像を呼び起こしたのは我が輩ではない、ホム。このお嬢ちゃんだ、ホム。こんにちは。なんだと、この顔は。どうしました。彼女は魔像自身が選んだ勇者ですよ。いや、驚いただけだ、ホラ。か弱そうな娘っ子だとは。ホラララ。ああ、魔像は本当に問題ないのか、ホラ。何を言ってるんだ、ホム。さっきホラを助けたのもお嬢ちゃんだ、ホムよ。世話をかけた、ホラ。これは何なのですか。こういうキャラ設定らしいですね。設定ですからね。待て、急いでここを離れるぞ、ホラ。氷の国は魔女の監視があちらこちらにある、ホラ。同じ場所に長時間いると。有力な情報ですが、遅かったですね。敵はもう来ています。先に雑魚を片付けるしかないようですね。これがあなたの本当の計画ですか。カウントダウン開始。Thank you.
厄介ですね。魔女の手下ですらこんなに強いとは。ほら、あなたは私たちの中で唯一氷の魔女に会っています。氷の魔女はどんなやつですか？氷の魔女、氷の世界に生まれた父も母もいない存在だ。ほら、魔女がホムを捕まえるのはただ城のすべての部屋に住んでいる人がいるという見せかけを作りたいだけだ。ほら、氷の魔女はホムたちを城に閉じ込めているのですか？そうだ、ほら、最初の頃は、ほら、最初の頃、ホムは魔女のように寒さに強くない。ほら、だから徐々にホムが逃げ出し始めた。ほらら、捕まえられたんだから逃げ出したいのは当然じゃないか。ホムムム。だが魔女は怒り狂い、逃げたホムを捕まえ城に氷漬けにしてしまった。ほら、それでは逃げ出したくなるホムは増える一方でしょう。ああ、だから狂った魔女は全てのホムを氷漬けにすることにした。ほら、だからホムたちは騒ぎを起こし、俺もそれに乗じて逃げ出した。ほら、でも我が輩たちがここに来るまでに会ったのはホラだけだ。ホーム、まさか。そうだ、他のホームはもう。氷の魔女は憎むべき相手か、憐れむべき相手か、どちらでしょうね。やり方が間違っています。孤独でもこんなやり方で無理にそばにいてもらうなんて間違っています。私たちが阻止しなければ。へえ、一番最初のあなたはこういう性格でしたか。どうしました？何か問題でもありますか、賢者？いいえ、あなたの言う通りだと思いますよ。早く氷の魔女を倒しましょう。準備ができ次第出発しますよ。もっと休みましょう。次はあなたの番です。私の力が見たいのか。バルキューレシステム起動。ブローニャ、作戦地点に到着。あ、ほら、おかえり。帰ってくると思っていたよ。私はお前をとてもとても愛しているからね。
戻ってきたのはホムたちの仇を取るためだ。ホラララ。つまらない。私の愛が分かったから帰ってきたのかと思ったら、お前も逃げた奴らと一緒だったか。いや、あいつらより怖いもの知らずか。くそ、あたりの歓喜が強い。ほら、自分の愚かさを知れ。残念ながら、ホラの命はあげませんよ。これが氷の魔女？なんでだ、ホム。ふーん、他に好きな人ができたから私の愛を拒むの？みっともないですよ、氷の魔女。愛と言いながら、心の中はただ人のぬくもりで自分を温めたいだけ。そのような身勝手さを愛というのは、ただ自分を騙しているだけです。ムカつく。自分が何を言っているのか分かっているの？分かっています。それと、ここであなたを倒します。そう。そんな低劣な力で私を倒せると思っているの？はい。なぜかは分かりませんが、ここであなたを止めなければいけないような気がします。ならかかってこい、愚か者！地形を観察中。目標、ファイヤー、ファイヤー、発射。もファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。目標、ファイヤー。目標、捕捉。ファイヤー、ファイヤー、発射。目標、ホスファイヤー。目標、ホスファイヤー。イエーイ、ファイヤー。イエーイ、ファイヤー。目標、ホスファイヤー。イエーイ、ファイヤー。システム警告、損傷拡大。イエーイ、ファイヤー。発射。
足りないね。負けを認めてください、氷の魔女。そして魔像のもとに死んでください。負けを認めるわけないでしょう。動くな。これ以上近づいたらこいつを殺すよ。あれはホミなのか、ほら。少し力を加えただけで折れちゃうよね。どうする？今ここから引くならホミを解放してあげる。大丈夫、氷漬けにはしないから。どうしましょう。いたずらに攻撃をすればホミの身に危険が及ぶでしょう。おとり役を頼むホム。我が輩が決めるホム。そうですね、それでいきましょう。離せホム。死ね魔女。これがもう二度と寒さを感じない世界。かわいそうな勇者、お前の孤独返してあげる。これはどういうことですか？どうしてこんなにも寒いのですか？それも悪くない。どうして思い出しました。両親のいない私は、雪原に生まれた私は、少し落ち着いてください。これはどういうことですか？これがあなたの言う全てを知るですか、賢者？はい、魔女を殺せばもっと多くのことが分かりますよ。どうして？本当のことを知りたいのなら、真実による痛みにも耐えなければなりません。この痛みが私の過去、私とあの魔女たちは。ありがとう、みんな助けてくれてありがとう、ホミ。いいえ、あなたを助けたのは私ではありません。あちらにいるホムです。でもあなたの手助けがなかったら私は絶対に助かっていない、ホミ。あなたがなんで苦しんでいるかはわからないけど、でも気をしっかり持って、ホミホミ。そうだホム、お嬢ちゃんのおかげだホム。そういうことなら私はもう引き返せませんね。賢者、次に討伐するのは誰でしょうか？盾の魔女です。わらわは最強の巫女ぞ。
私は。あんたバカ。ブロニーオンライン。ここが盾の魔女の領土ですね。はい、ここは一本道なので、いろいろと仕掛けがあるでしょうね。守りが固い本、この仕掛けだけでも奴のヤバさがわかる本。まあ盾ですからね、侵入を防げればいいのでしょう。でも盾は何かを守るときに使われる武器でしょう、ホミ。そうですね。一体何を守っているのでしょうね。さあ。知るか。俺は盾の魔女を倒すんだ、ホラ。ホラ。少し落ち着く、ホムよ。盾の魔女は俺の友達ホリを殺したんだ。殺してやる、ホラ。ホラ。大丈夫です。魔女に返してもらうものならこちらにもいっぱいありますよ。作戦データ同期完了。行動を継続します。時間の持て、あっや、出発の時間です。収穫ありですね。ブローニャ、作戦地点に到着。ん？これはどういうことだ、ホーム？ザコはすべて外側にいますね。やはり自分の結界を一番信用しているみたいですね。結界？それでは中に入る方法がなくなったことになりますね。問題ありません。結界といっても広範囲に適用する装置に過ぎませんから。制御装置を壊せば結界もなくなります。
可能でしょうか。はい。しかし、あなたと私では結界の隙間から侵入することはできません。やっと俺の出番か、ホラ。ホラ、負傷しているんだから休んでいろ、ホーム。そうよ、無茶しちゃダメ、ホミ。こんなかすり傷で戦いの最中に休んでられるか、ホラ。戦いになると決まったわけじゃない、ホム。ただ装置を壊すだけだ、ホム。そうだろ、賢者。ホムホム。ええ。ホラは休んでいてください。結界の装置の破壊は、ホムとホミにお任せしましょう。結界は解除された、ホム。ホミちゃんの方は大丈夫かな、ホム。ムムム。さっきからおかしいと思ったら、ネズミどもが紛れ込んでいたのか。あ、見つかってしまった。ピンチ、ホム。なるほど、同時に2箇所の装置を壊したから結界が解除されたのか。弱者どもめ、他者の力を借りなければ目的を果たすことすらできない。貴様が盾の魔女ホムか。弱者に応える必要があると思うか。
お前たちはその気持ちの悪い仲間意識だけで万死に値する。逃げられると思うな。この周囲に新しい結界を張った。お前一人じゃ破れはしない。果ての魔女、やはり隙がない本か。あのバカがお前たちに破れると。チビ、ついてこい。今すぐにお前を引き殺してやりたいが、お前にはまだ使い道がある。その目でお前の仲間たちが殺されるのを見ていろ。それからお前を殺してやろう。任務完了。待機モードに移行。新しい。まあ、ブロニーオンライン。しまった、ホームが捕まってしまいました。そんな、ホミホミ。だから俺が行くと言ったんだ。ほら、俺がもう少し粘っていれば。クソ、ほらららほら、あなたのせいではありませんよ。結界は解除されました。何が起こったのか分かりませんが、とにかく今は先に進みましょう。どうしよう、ホミ。大丈夫、必ずホムを連れ戻します。ここからは私と賢者に任せてください。ダメだ、今度こそ俺も行く。ほら、でもほらはまだ回復していない。ホミ、問題ない。ほら、戦士にとってこんなかすり傷は屁でもない。ほら、俺はもうこんな時に何もできない自分に耐えられない。ほら、だから。そうですか。少しかもしれないが、俺も役には立つと思うんだ。ほら、頼む、連れて行ってくれ。ほら、わかりました。それなら一緒に来てください。でも無茶はしないでくださいね。心配するな、ちゃんとわきまえている。ほらよ。時間の無駄です。カウントダウン開始。了解。あなたが盾の魔女ですか。お前が氷の魔女を殺した勇者。いいえ、私は勇者ではありません。ただ自分を取り戻そうとしているだけです。そう、哀れだね。もういいだろ、俺の友達を返せ。ほら、
友達？ヘドが出るわ。友達とは利益に吸い寄せられた集合体に過ぎない。ただ弱者が利用し合う関係を認めたくないために聞こえのいいように言っているだけ。あなたの角度からはそうかもしれませんね。本物の強者に友達なんて必要ない。そんなに友達を取り戻したいのなら先に私の盾を破ってみろ。少しやす、さよなら。もう来なくていいです。私の力。ブロニーオンラインお前たちに私の盾を破れはしない。私が一番強い。誰も私を倒せはしない。盾の魔女、よく自分を見てください。盾を維持するために檻のような大きさに縮小してがんじがらめになっているではないですか。みっともないですね。だから何さ、私は生きていける。誰も私にはかなわない。盾は小さくなった分強度を増したというのですか。厄介ですね。俺の出番だ。ほら、何をする気です。二人ともよくここまで戦ってくれた。ほら、俺に礎にならせてくれ。ほら、ほら。作戦データ同期完了。行動を継続します。目標録音ファイヤー。究極武器目標録音ダジャ。目標録音ダジャ。目標録音その盾、俺が破ってやる。ほら、お前なんかに私の盾が破れるわけが。なんで私の盾が。盾は冷たさと拒絶の象徴。でも渇望するから冷たくなる。恐れるから拒絶する。そうでしょう。違う、私は。大丈夫、私はあなたを受け入れます。もう一度私の一部になってください。
受け入れてもらう必要なんかない！かわいそうな人、さようなら。ここは、おむむむ？ホム、起きたの、ホミ？我が輩は盾の魔女に捕まったはず、ホム。もう大丈夫です。盾の魔女なら倒しました。本当か、ホム。ホラは喜んでいるんだろうな。友達の仇を取ったホム。でも、ホラは盾の魔女の盾を破るために限界以上の爆発を起こし、そうなのか、ホム。ホラも本望だったと思う、ホム。ホラ、我が輩たちは盾の魔女を倒したんだよ。そうだろう、ホム。ホム、はい、私たちは勝利しました。勝利は嬉しいことのはずなのに、ホム。大丈夫です、ホム。約束します。もうすぐ全てが終わります。ホムはもう目を覚ましましたか？賢者、どうですか？漆黒の魔女の手がかりは見つかりましたか？悪い知らせがあります。私たちの留守を狙った漆黒の魔女が大軍でホム王国に攻め入りました。現在ホム王国のみんなは行方知れずです。そんなバカな、ホム。時間がありません。急いで戻りましょう。私は漆黒の魔女よりも先にホムたちを探し出すのです。見つけ次第合流しましょう。了解、ホム。ホム、少し休みましょう。それも計画の一部です。了解、カウントダウン開始。了解、心配ありません。ついてきて。自分の身は自分で守りなさい。ゲームはここで終わりです。
ブローニャ、作戦地点に到着。私の記憶が確かなら、王国の地下にいざって時用の安全避難所があったはず。ホミ、行ってみましょう。ダメだホム、お嬢ちゃんも魔女もあそこには近づけられない。ホム、あそこに通じる門を開けられるのはホムだけだ。ホム、出ないと安全ではない。ホム、ムム。では私たちが漆黒の魔女を引きつけますので、あなたたちはホムを探してください。わかった、ホミ。見つけた。みんな無事か。ホーム、ホーム、みんな帰ってきたのね。ホミュ、でも何があったんだ。ホーム、なんで漆黒の魔女はホーム王国に攻め入ることができた。ホーム、今までは魔像を呼び起こせなくても魔像自身の自己防衛があったから魔女に対抗できたけど、でも魔女討伐のために王国から魔像を連れ出した。ホミュ、だからホム王国は抵抗する力を失い漆黒の魔女につけ入られたのね。ホミュ、幸い魔女はこの避難所には入ってこられない。ホミュ、みんなが無事で安心した。ホム、これから漆黒の魔女に落とし前をつけてもらう。ホム、ホム、ホム、あなたたちはここから出る。ホミュ、お嬢ちゃんが魔女と戦っている。ホム、我が輩がここに隠れているわけにはいかない。ホム、それにみんなの安全を確認できたら合流するって約束した。ホム、そうだった。ホミュ、それなら、ホミュ、一つ頼みたいことがある。ホミュ、敵全員沈黙、これより帰還。やっと来たのね。ずっと私を待っていたような口ぶりですね。そうだよ、
弱っちいホムを殺すのにも飽きちゃってね。さすがは氷の魔女と盾の魔女のアホ二人を殺した勇者様、オーラが違うね。私は勇者なんかではありません。そうね、お前は勇者なんかじゃない。お前が何事もないかのように私の前に立っていられるのは全てを忘れたから。お前は殺戮者、首切り人、暴政の手先、傭兵の中の傭兵、ウラルの勤労、その牙でどれだけの無実の人の首を噛みちぎった。違う、そんなの嘘です。本当かどうかはお前自身が知っている。お前はただの人型兵器、上の命令に従い殺戮をするのがお前の人生、他人の手のひらの上で踊るのがお前の人生。お前はただの操り人形。魔女の言葉に惑わされないでください。もうすぐ全てが終わる。その時になればお前は全てを思い出す。お前はただ殺戮だけのためにいる存在、殺戮を続けることでしか生きている実感を得られない。黙れ。魔女を二人も簡単に殺したんでしょ。同じ顔なのに何の躊躇もなく。違う、ありえない。少し私の手下と遊んでなさい。もうすぐお前が取り戻したものを全部いただくから。少し休みましょう。これも計画の一部です。出発の時間です。時間の無駄。出発の時間です。出ました、行動開始。私は
私は違う。落ち着いて。このままでは魔女に主導権を握られますよ。これらは一体何ですか？魔女が背負っているのは私の過去でもあるのですか？こんな過去認めません。過去を否定することはできませんよ。いや、無理。私には受け止められません。そうですか。覚えていますか？私は最初にあなたにはいつでも辞める権利があると言いました。今でも有効ですよ。辞める権利。全てを忘れ監獄に戻り、漆黒の魔女に全てを差し出せばいい。そしてホム王国が滅ぼされるのをただただ見ていてください。それか戦うことを選び、戦いの中に未来への道を探し出すか。私は決断を下す前に、このホム王国で起こったことについての意味をよくよく考えてみてください。簡単な選択ではありません。あなた自身が決めなければなりません。できない。私では勝てません。重要なのは選ぶことです。選択をすれば結果が見えてきます。戦うことを選んでも私では勝てません。私には全てを否定する力がありません。大丈夫ホミュー、私たちの力を上げるホミュミュ。あなたたちは、あなたたちは地下にいたのでは？避難所にいる全てのホムがここにいるホミュ。私たちは力をあなたにあげることにしたホミュ。そうだホム、お嬢ちゃん一人では難しいだろうし、ホム、私たちみんながここにいるホミ、私たちがあなたの力になるホミ。自分の力だけでは足りないと思うのなら我が輩たちに言えばいいホム。我が輩たちがお嬢ちゃんを助けるホムよ。そうでしたか。最後になっても私のそばにいてくれるのですか？最後にあなたたちに助けられるとは思いませんでした。わかりました。漆黒の魔女に勝って、受け入れて、そして漆黒の魔女のすべてを否定します。作戦データと、次はあなたの番です。決めたの？やっと勇気を出して自分に向き合う気になった？来なさい。今の私なら過去の私に負けたりはしません。
少し休みましょう。これも計画の一部です。出発の時間です。目標クリア。雷電の攻撃、早く承知した。ここで終わりです。呪ってやる。永遠に殺戮に溺れ、兵器として生きるよう呪ってやる。私は、いいえ、ブローニャはその呪いを受け入れます。そして生きてそれを否定し続けます。そう、今のお前なら。どうですか、自分の名前を思い出しましたか。うん、ブローニャは自分の名前だけでなくあなたのことも思い出しました。委員長、勝手に人の夢に入り込むのはいただけませんよ。大丈夫、目を覚ませばあなたはここでのことを全て忘れますから。でも重要なのはあなたが選んだ答えです。そうですか。これでとりあえずは問題ないでしょう。こんな時間に何のご用ですか、大司教様。